こんばんは。まだ見てるかな？あ、見てない。あのよいしょ。あら、こんばんは。どなたかなのかしら。今まだ2人っす。いや、はいはい。ここね。あ、皆さん続々と。ありがとうございます。遅い時間にすみません。イエーイ。ちょっと珍しい組み合わせで申し訳ございませんが。俺が太く見えますね。え、あ、本当？じゃあ太く見えるってことで。では、初犬心東川口店のライブということになりますが、はい、そうですね、はい、はい、俺続々と、あ、こんばんは、あ、こんばんは。いや、聞こえてます？え、聞こえてないけど、聞こえてたらコメントください。聞こえてないよ、聞こえてないよ。大丈夫そう？あ、こんばんは、あ、こんばんは。え、大丈夫ですか？あ、聞こえてます、ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、弱い、はい、あ、大丈夫です、大丈夫です、ね、はい、じゃあ、いつか自己紹介して、はい、はい、え、はい、どうぞ、はい、じゃあ、どうぞ。私の自己紹介より先に知ってる方が、いや、そうですね、はい、僕の方がいいですね。あ、そうですね、顔を知られてる方が、ね、はい、僕が千葉の、ララポートに入ってる、犬心&フェレットワールド、はい、ララポート店の店長ですね。はい、なので、まあ、犬心ララポート店の店長やってる岩波と申します。はい、はいはい、先ほどまでね、はい、8時から熱帯クラブの方で、はい、隣のお店の方でライブやってたんで、ライブしてたんですよ、はい、ちょっと声が枯れかけてますだからもう、ね、なかなか出てこないからちょっとびっくりしました9時間に合うかな、今日は9時だっつってのにっていう話になりまして。そうなんですよ、そう、ちょっと困ったなっていう状況で、すいません、なんかドタバタになりますけれども、本当にだ、今日ララポートから熱帯クラブの方に来て、はい、インスタライブをやって、はい、忙しいね、はい、その流れでこっちに来て ね、はい、で東川口でやろうっていうことで、そうそう、やる、今はなんか勢いというかね、うん、もうこういう感じで、はい、あ、見てましたよ、 ありがとうございます、はい、で、僕の隣にいる方、はい、本邦初顔だし、初、いや違います、インスタライブ、あ、いやいやいや、熱帯クラブの、はい、あのところにはちょっと登場しているの で、ね、あの知ってる方と知らない方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、犬心東川口店で店長を務めております佐藤と申します。はい、犬心のマネージャーですね。あ、はい、そうですね、その立ち位置を言っていいのやらどうやらっていう難しいところあ、お疲れ様です、はい、ありがとうございます。はい、なのでちょっとこれから、ね、両店の店長が、そうですね、はい、まあ普段はほとんど一緒にいることがありません。なんか、はい、仲悪いみたいな。仲悪いとかじゃなくて、千葉と埼玉の差っていうものはありますので、はい、まあ、でも一緒にこうちょっとできるときには、うん、ぜひ一緒にやりたいなとは思ってるので、そうですね、で僕は一回犬心、はい、あ、やってるんですよ、はい、ララポートでインスタライブやってるんで。その時はどうだったんですか？あの常連さん方がすごい見ていただいて、ああ応援はしてくださったってことですね。そうですね、はい、でこの、インスタの、アーカイブですね、アーカイブで、うん、はい、あのライブのアーカイブも残ってるので、ちょっと今回見てどんな感じだったのかっていう方は見返していただければ、はいはい、であの時はララポートのお店の紹介したんですよ、はい、まあ、犬心ってどんなお店と、ね、ララポートどんな感じっていうのをお見せしたんで、はい、今日は東川口、はい、この店舗どんなお店、うん、うん、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、あのもちろん生態の販売をしてます、はいはい、子犬ちゃん、うん、子猫ちゃん、ごめんなさい、今は子猫ちゃんがいないんですけれども、はい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 、普段は子犬ちゃん子猫ちゃんがおります、はい、でその販売ももちろんしております、うんうんうん、けれどもまずそもそも、そもそもですよ、頭数がいないので、それを皆さんご了承ください。なぜいないか、はい、この理由が、うん、お店では一応ね、もうあの書いてある、ちょうど、そう、はい、こんなところに書いてあるのか、ね、見えないね、見えないね、はい、見えないんですけれども、書いているんですけれども、はい、あのお世話をする、逆さまなんで、あの多分近づいたところでっていうのがあるんですけど、はいはいはい、あのお店では基本もう愛情たっぷりで育てたいっていうのがありまして、うん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 、時間をかけてできる子っていう、あのお世話ができる個体の数に絞っているというのが現状、はいはい、当店ではもうまず、うん、その子たちの親を見つけてあげる、うん、まあ、要は里子に出すような気持ちで、うん、あの販売をするっていうことを目標にしてますので、うんうん、かわいそうなんですが、頭数がたくさんいすぎてしまうとお店のスタッフではちょっと面倒が見切れないっていう状態でお渡しするのを避けるために、うん、頭数は絞っております。そうですね、はい、これは昔からそう、もうずっとこのスタイルでやってるんですよね、はい、でだから短いスパンでこうパン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 お迎えを決めるというよりかは、そうですね、一頭一頭にしっかりとこう社会性とか愛情とかをね、はい、
注いであげてから送り出すって感じですね。そうですね、うん、もうそれがもうまずっていうことでやらせていただいているのがまず一つあります、はいうんはい、あとは、まあご来店いただいた方ももちろんいろいろいらっしゃると思うんですけれども、うん、まずトリミング、はい、トリマーさんが今6人ぐらいいるんですけれども、ね、多いですよね、はい、ドリマーさんが、まあ、たくさんいる中での、うん、まあ、ずっとその受付もしておりまして、うんうん、でララポートと大きく違うところ、うん、大きく違うのが、うん、さっき熱帯クラブさんのインスタライブを見ていた方は分かるかもしれないですけど、うん、実はこの屋上にペットガーデンというドッグランみたいなものがあるんです、はい、そうですね、はい、でそれはちょっとまあ、屋上なんで野外になっちゃうんですけれども、うん、ワンちゃんを自由にこう走らせるようなことはできるように、うん、用意している場所になります、まあ、有料にはなるんですけども、ポイントカードをお持ちの方は1頭100円ですので、いやあれが100円で使えるのはいいですね。ありがたいというお声があって、まあ、夏場になるとちょっとやる時期とやらない時期も出ちゃってるんですけど、はい、水不足とか、 なんかちょっと深刻な状況じゃない限り、はい、プールとか、うん、台風とか来てると、ね、できなかったりするんですけど、はいはい、そういうのもいろいろやってますので、うんうんうん、まあ、上のガーデンはそういう意味ではちょっとぜひ遊びにいらしていただきたいなとは思います。はい、はいはいはい、コメント来てます。はい、コメント来てます。どんな子犬ちゃんが、どんな子犬ちゃんたちが今いるのですか。トリマー学生ですって来てます。現在トイプードル3頭です。はい、もともと犬心はね、はいはい、トイプードルがメインのお店として立ち上げましたからね。はいはい、でまあプードルさんが実際今トリミングの、お客さんでも6割から7割クラスが実はトイプードルさんなんですよ。そうですね、はい、なんで非常にプードルさんが多いお店で、うん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 、子犬ちゃんは、まあ、実際は それだけじゃないんですけど、今は子犬ちゃんの中ではプードルさんが圧倒的に多いかなっていうところですね。そうですね、まあ、時期とか、ね、タイミングにはよりますけど、はい、まあ、プードル、あとダックス、うん、チワワ、うん、シュナ、シュナですね、ですね、大体そこら辺の犬種がメインかなと思いますね。はい、はい、トイプードル欲しくて、あ、うん、もうぜひいらしてください、はい、すごい可愛いのよ、うん、ちっちゃいのからもうでっかいのまで今いて、そうですね、うん、ちょっとかなりおすすめちゃんたちがいますよ、はい、わあ、私今トイプードル欲しくて、あ、なぜ、あ、フラポートのほらお店出身って書かれてます、うん、はい、なぜトイプードルさんがメインなのですか。あ、トイプードルさんがメイン、はい、メインになった理由ですか、うん、理由としてはですね、まあ、ですね、そうですね、うん、うちの会社のまず専務のお家にですね、はい、そうですね、それはそれはすごく可愛がってたトイプードルがいるんです、はいはい、でその子のやっぱトイプードルのすごく、うん、まあ、なんていうんですかね、育てやすさ、頭の良さとか、うん、育てやすさとか、うん、そこがすごくもうおすすめ、はい、誰が飼っても、うん、なんていうの、幸せにこう飼えるというか、みんながハッピーになって飼えるよっていうところで、はい、プードルさんが、まあ、その専務つながりでって言ったら変ですけど、うん、まあ、置くようになったっていうところが始まりかなって思いますね。もともとこの僕らの会社母体が専門店の集団なんですよ ね、はい、だからそれこそさっきまで上でやってた熱帯クラブは、ね、はい、エキゾチック、まあ、大きい括りですけどエキゾチックアニマルの専門、ね、うん、でララポートで僕がもう一個やってるフェレットワールドはフェレットの専門、はい、で、まあ、犬心も犬としては、まあ、犬猫今たくさん一緒にいますけど、もともとのメインはトイプードル、まあ、プードルの専門っていうような、はい、犬の中でもトイプードルに強い特化してるよ、ね、特化してるっていう感じですね。歌い文句でしたね、はい、うんうんうん、なんですと、どんな色のトイプードルちゃんがいるんですか。トイプードルちゃんめちゃくちゃ頭賢いですもんね。はい、そうですね、はい、賢いですね。連れてきましょうか。今お連れてきます。ちょっと一瞬消えていいですか、うん、はい、お答えありがとうございます。わざわざすみません、ちょっとつないでてね、つないでてねって言われましても、はい、つないでてね、はい、はい、あ、もうちょっと来ますね、はい、あれは可愛い、僕もお会いするの初めてかな、いやあ、可愛い、シーバーです、見て、可愛くない、映ってる、え、ブラウンの子、はい、あ、先日の方かしら、お迎えしてくださった方、はい、分かる、この人、あ、この人、あ、ちょっとシルバーのトイプードルちゃん、男の子です、はい、男の子ですね、ちょっと色がまだ抜けきれてないけど、そうですね、ちょっとどでかい子です、うん、ちょっとほら見て、顔、体、胸大きさよ、うん、あ、いやいや、嫌だって言って、何月生まれの子ですか。あ、そうです、この子かな、その子です、はい、はい、7月の中旬、はい、これがね、絶対年ちょっとだから3ヶ月半ぐらいですね、ちょっとボロボロの服を脱がして、あれあれあれ、そのボロ、ありがとう、ありがとう、はい、で、かわいい、この子が、あ、
5歳なので、はい、あの2018年皆さんありがとうございます。割とワンコの、うん、ワンコうちのお店でじゃあお迎えしてくださった方がいっぱい、そうですね、見ていただいてる、はい、ちなみにこの子はまだデビューしてません。ありゃ昨日来たばっかの。なるほど。ほら見て、なんかちょっと耳がでっかい子、うん、かわいい。ほら見て見て、かわいくないですか。はいしょ、おい、映ってます。そのよくいいね、ちょっとあっちこっち、はい、この子が、はい、その子がまだ2ヶ月の昨日来たばっか、はい、お店に来た子ですね。はい、男子で、男の子ですね、うん、はい、でこっちの子がその子はもうデビューしてる。そう、もうデビューがしてて、はい、その子が実は一番年上で、はい、一番おちびちゃんなんです。うん、そうですね、小ぶりですね、はい、まあティーカップとか、うん、世に言うタイニーのクラスのサイズの、すごくちっちゃめサイズの、はい、はい、7月の中旬、はい、だからシルバーの子と同じぐらいの、ね、1週間くらい実は早い。うん、この子も男の子、はい、今ね、はい、ごめんなさい、男子チーム、ボーイズチーム、そうですね、はいはいはい、かわいいっしょ、かわいいですね、やめろ、はい、チキって、あ、コメントで黒じゃなくシルバーなんですねって来てますね。そうなんです、なかなかでも知られてないのかもしれないですね。これ見て見て見て、顔の色見てください、はい、今2トーンになってるのお分かりですか、はい、これこの顔面の色になりま、痛い、そうです、だんだんとこの黒色が抜けてってシルバーの色になりますね、うん、ほらね、なんかね、でこの子ちょっとひときわ体ががっちりしてるので、はい、ちょっと大きめサイズのね、うん、ワンちゃんお好きな方なんかはもうまさにっていうくらい、そうですね、はい、ちょっとこう光加減で黒じゃなく見えるかな、うん、みたいな。最近さ、シルバーの子あまり見ないかな、いない、ね、少ないですよね。まあ大人の子ではね、もちろんいらっしゃるんですけど、うん、子犬でこう店頭に並んでるのを見る方は本当に少ないご様子で、見た瞬間にはみんな黒っておっしゃるから、そうですね、はい、ご説明をするときにね、いやいやいや、かき分けてかき分けてってなると、ブラックに直ってなりますね。そうなんです、でも本当かき分けると、はい、こうシルバー色がもう出てきてるのが、そう、シルバーブラウン、あ、そうですね、ブラウンも珍しいですし、うん、まあレッドさんが今ね結構多いかなって思う中では、ね、はい、どのくらいの大きさの種類があるのですか。はい、実は4サイズあります。そうですね、トイプードルって呼ばれる一番サイズ的には小さいサイズのこと、その上がミニチュアプードルというサイズ、その上がミディアムプードルというサイズで、その上がスタンダードプードルってやつですね。だから種類としては 4種類になります。で、世の中的にタイニーサイズとかティーカッププードルとか結構言われている大きさって皆さんご存知かと思うんですけれども、あちらはですね、あだ名みたいなものです。トイプードルの中でサイズが小さい子をタイニーとかティーカップっていう呼び名になっているだけで、くくりはみんなトイプードルさんなんですね。なんでそこは皆さんね、お探しいただいた時にティーカップティーカップって探されても、もしかしたらちょっと店頭に並んでる時はトイプードルって名前で並んでることもありますの で、うんうんうん、そうですね、お店の付け方ですよね。そうですね、だからそういう種類は本来はいないのですよね、うんうん、そう、トイプードルだよねって、そうです、そうです、スタンダードが好きです。あ、じゃあ大きいのが好きなんですね、うん、結構大きいのもね、最近この辺では飼われてる方が多くてですね。そうですね、うん、ララポートもそうですね、大型犬の子もちらほら来るようになりましたね。そう、だから案外ミニチュアとか、はい、ミディアムとかの途中サイズの方が珍しがられるケースも多いんじゃないかなって思いますね。はい、あ、そうなんですよ、タイニーもね、トイプードルのうちなんです。だから小さめ、ちょっと小さめって、うん、トイプードルさんの中でもちょっと小さめってなるとタイニーサイズ、うん、すごくちっちゃめってなったらティーカッププードルみたいな。いや、最近ではなんかマイクロティーカップとかいう名前もいるらしい。そうですね、噂話は聞きましたけどね。あ、7キロは何プーですか。体重じゃないですよね。そうなんですよ、はい、体重だけでは決められないんですね、実は、うん、というのも、ね、そうですね、高さとか長さとか、うん、まあ、実際は高さがメインかなって思うんですけれども、はい、7キロの子でもトイプードルの子もいます。そう、7キロなんだけどもともと体が小柄でっていう子もいるし、ただのおデブってやつですよね。そうですね、うんうんうん、一般的にちょっとぽっちゃり型だよっていう方もいるので、はい、ちょっと残念なことに体重では区分ができないんですね。ぜひ会いに来て、そうですね、あの連れてきてもらえればね、だいたいこんな感じですよ、はい、骨がすごく太くなるんですよ、うん、1個あのサイズが上がるごとに。あと顔つきとかも実際は結構違うんで。岩波さんはスタンダードですねって来てるよ。あ、うん、いや俺でもむちったから。そうね、なんでしょうね、もうみんなに言われる。なんだ、何10キロ太ったんだ。
太ったらしいですよ。そう太ったんだって、うん、スタンダードって言い切れればいいですけどね、うん、そうですね。ジャンボなんとかで、やめろやめろ、マイクロティーカップとか言ってる。いやいや、次の時に聞きますね。はい、はいはい、ぜひ連れてきていただければですね。はい、はい、ぜひお願いします、うん、はい。で、はい、僕がちょっと東川口で、まあ、ララポート店の、まあ、店員として、はい、あとはララポート店のお客様として、はい、まあ、来れない距離じゃないんですけど、うん、ね、まあ、車だったら近いんですよね。そうなんですよ。でも電車だとちょっと遠いので1時間かかっちゃうんです、はい、ぜひお見せしたいなと思ってるのが、はい、お店の中、お店の中、はい、荷物に詰めちゃいました。あ、もう全然ララポートと東川口って商品のラインナップも違いますし、やっぱ量も違うので、もしよかったらちょっと店舗の中移して、まあ、佐藤さんにこう簡単にお話しいただければと思うんですけど、ね、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、大丈夫ですけど、どうしますか。シルバーちゃん、ちょっとじゃあちょっとさよならしてきてください、うん、はい、はい、さよなら、バイバイ。ちょっとこの後お店の中を一通り回ってみますね。東川口にしか行ったことないです。あ、そうですね、ぜひララポート店にも来ていただければと思います。なんだろう、うん、フェレットワールドとも一緒にやってるので、ちょっと小動物がいたりとか、フェレットがいたりとか、あの特殊な動物も一緒にやってます。でコーナーが、ペットコーナーがいっぱいありますんで、あの他のお店さんとか一時預かり所とか、そういったのもご用意してます。ぜひぜひ遊びに来てください。そう、じゃあ店内、はい、ちょっとじゃあ外カメラにしてお店の中撮ってみようかと思います。どうぞ。はい、はい、ここがワンちゃん入ってた。1階はお邪魔したことあります。2階は上がれるんですか。あ、上がれます。2階上がります。2階先に電気ついてて、チラッと2階行きます。ちょっとね、一瞬になっちゃいます。じゃあちょっと僕1回カメラ持っちゃっていいですかね。外しちゃいますね。よいしょ、はい、はい、じゃあせっかくなら2階から行きます。じゃあ2階から、はい、も最寄り駅はどこになるんでしたっけ。東川口、はい、武蔵野線です。武蔵野線の東川口駅ですね、はい、この上がちょっと暗くて、ね、はい、ちょっと先ほど熱帯クラブのインスタライブやってたところですね。ちょっとゴミ箱を開けてください。扉開けます。はい、じゃじゃーん、外です。はい、わかります。ここ電気そんなに悪いの、はい、Wi-Fi がね、はい、こんな感じです。ここがペットガーデンですね。誰もいないからひっそりしてます、はい、でここは会員になっていただくと、はい、100円です。100円でご利用いただき、1頭100円です。1頭100円で、はい、でそうでない方も300円でご利用ができますので、うん、はい、まあ、でもポイントカードを作りいただいちゃうと、うん、もうすごいずっとお得なんで。そうですね。ちなみにポイントカードおいくらでしたっけ。200円で使える。ポイントカード200円払って、うん、だから初回だけ300円と思っていただければ良いです。そうですね、それはもうお得ですね、はい、はい、そっちの方が絶対的に良いですよね、はい、はい、だから結構あの皆さんでここを待ち合わせ場所にして遊ばれてる方もいらっしゃいますよ、うんうんうん、そうですね。夕方になるとお散歩で来てる子も多いので、うん、昼間よりも夕方の方がちょっと混み合うかなっていうところですかね、うん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 、非常にいいんじゃないですか。これはララポートにないですからね、そうですね、そうですね、ないんですよ。割と広いと思います、うん、皆さんプールでやってたんじゃなかった。そう、プールに入りましたの声が多かったですね、水不足でなければね。そうですね、お手頃価格ですね。時々お世話になっております。ありがとうございます、はい、でここが階段を降りたところですね、はい、あ、すいません、はい、ありがとうございます。はい、でここがワンちゃん、はい、階段降りてすぐですね。猫ちゃんがいたり、はい、今後ろのあそこですね、今閉まってるところが本来入り口になります。白い、ね、はい、白いところですね、はい、はい、ここに普段はワンちゃんがいて、はい、こちらに猫ちゃんがいて、そうですね、こっちに猫ちゃんですね、はい、はい、でトイプードルさんたちは抱っこできたりしてできるんですか。いつでも、はい、はい、お声かけいただければ大丈夫です、はい、こう順番に出てますので、はい、みんながわーってなってるわけではなく、うん、まあ、1頭か2頭くらいのところで、うん、なのでもしあの お目当ての子でなかった場合はお声かけいただければ交換という感じで、はい、うんうん、あ、じゃあこの子いいですよっていう感じの抱っこもできますのでおっしゃってください、はい、はい、ララポはドッグラン作らないのですか。作らないというか、あのララポートさん側が今移転の関係もあって作れなかったっていうのが現状ですね、うん、はい、なのでうちのお店ララポート店はお向かいにドッグキャンパスさんっていう一時お預かり所のところがありますので、まあ、そこであのいろんな方々の子があのお預かりされているような感じですね、うん、だから社会性作るのには非常にいいのかなと、
元気に遊んでる姿がよく、そうですね、でスタッフさんも、はい、はい、大体2名から3名ぐらいついてますので、うん、はい、もしララポートご利用の方は、うん、そちらのうちのお店の中に別の会社さんなんですけど入ってますんで、はい、そちら同じ階にある、そうですね、思っていただける、はい、使ってください、思います、はい、あとは皆さんがよくお問い合わせがある、そうですね、これがやっぱり、はい、皆さんご存知のブッチ、はい、はい、これは当店でも取り扱いがあります、今ちょっと数少ないですけどね、はい、普段はいっぱい、はい、いっぱいあります、あとは冷凍ケーキとかもあります、あ、はい、あります、はい、お誕生日ケーキとかね、あとはこう犬心のロゴが入ってる、はい、オリジナル、はい、よかったらご利用ください、はい、でお店の中、先ほどお見せした目の前にワンちゃんのコーナーがありまして、うん、はい、この横ですね、はい、おやつコーナーです、はい、おやつコーナーですね、はい、ちょっとわーって映しちゃいます、わーって映してください、ぜひ、はい、まあね、まあ、ちょっと見慣れない商品も多いかもしれない、そうですね、結構その素材とかあとは健康にこだわってる商品をテーマとして犬心やってますので、はい、見てください、まるっとカレーですよ、はい、人間が食べても美味しい、はい、これねちょっとやばいですね、ね、本当に美味しいですよね、美味しいですね、あのスタッフも普通にちょっと塩足して食べたって言ってました、うんうん、なんか煮つけみたいになってるんですよ、はい、あとこの前食べて美味しかったのこれですよ、丸ごとワカサギ、ワカサギ ね、ワカサギはですね、あの、うん、飼い主さんのファンが増えてしまいました、そうですね、もうリピートがすでにございますね、はい、あとはそっちがお洋服とかになるかな、ね、あ、マネージャー、はい、犬用でおすすめのおやつはありますかと来ております、はい、ございますよ、はい、まあ、ワンちゃんの好みによっても変わるとは思うんですけどね、あとアレルギーとか、はい、そういうのでももちろん変わると思うんですけれども、うん、お店で割とやっぱり人気が高いのはやっぱ鹿、そうですね、はい、はい、あとは最近多いのが魚系の、うん、あのおやつをお召し上がりになる方が多い、はい、というのも、はい、アレルギーが多いこと、うん、あとは一番言われてるのが比較的あのお肉が素材として食べるケースがドッグフードにしても手作り食にしても多いんですよ、皆さん割とチキン食べてますとか鹿肉食べてますとかっていう方実際すごく多いんですよね、でドライフードもお肉がメインになられてる方が多いせいで比較的ですね、あのここに今いらしてる方のちょっと増えてるのが肝臓とかにちょっと負荷がかかっちゃってるんじゃないかなという血液検査の結果でお店にご相談来る方がすごく多くて、そういう方におすすめなのがこの魚のシリーズだったり、はい、魚だとそうですね、はい、今カレイ、タラ、あとは鮭、はい、でワカサギが、ワカサギとか、はい、仲間入りしましたね、はいはいはい、なのですごくそういう意味ではお魚のアイテムもお店は今増やしている最中で、うん、タンパクがね、まあ、そこそこあるけど脂質が低いとか、はい、そういうところにちょっとこだわってあのご案内はさせていただいているのと、やっぱり一軒ずつ皆さんあのアレルギーとかをお持ちの方が本当本当に増えてしまったんで、うん、そこはちょっとあの今力を入れてご相談窓口としていろいろご紹介させていただいてたり、あとはちょっと見にくいんですけど食事もなるべくちょっとこだわりを持っておすすめしてたりするので、混ぜ方だとか手作りの作り方であるとかで、もちろんそのベースになってくるのがあのまあ、腸活ですよね、はい、そうですね、そういうことにも力を入れてお話はさせていただくことが多いので、うん、まあ、あの本当に気軽にご相談いただけるのが一番良いかなというのが現状です、そうですね、実際ちょっと普段お魚あげてないんですなんていう方はぜひおやつにお魚を取り入れていただきたいなと思います、うん、はい、はい、あとはお洋服かな、うん、まあお洋服はね季節によってどんどん変わったりしますので ね、コメントでエミューのオイルありますかってあるんですが、もう今はなくなっちゃいましたね、はい、はい、オイル自体がもう全く持ってなくなっちゃいました、そうですね、はい、はいはい、犬心のジャーキー大好きです、鶏レバーとヤギミルクのものありがとうございます、はい、ありがとう、動物も人間もアレルギーと付き合う時代ですねって、そうです ね、僕らはもうねこうそうです、店長もマネージャーもね2人揃ってアレルギーですからね、そうですよ、私も犬猫のアレルギーが実はありましてですね、はい、割と重度なんですよ、うん、花粉もひどいですし、そうですね、はいはい、この業界の人間は実はアレルギー
の人間がすごく多いので、はい、アレルギーになっちゃうんですよね。そうなんですよ、はい、ちょっと件数が多くね取り入れてたりするんでね、なんか逆に言えば、はい、いろいろそういう意味でのご相談も、はい、家族でこうなんだとか、そうですね、この時どうすればいいんだとかのご相談も受けたまってますので、ワンちゃんに限らず、はい、あのアレルギーに悩んでる、動物アレルギーに悩んでる飼い主さんもね、はい、お答えできますし、はい、正直商品もあの人間と、ね、動物ともに使えるっていうのがテーマなんで、はい、はい、だからもう最近ね一番こう話題になっている、はい、当店では一番話題になっている、あ、ここ映してます、そうですね、はい、はい、水素の商品とかね、こちらですね、量子イオンと呼ばれる水素、うん、うん、水素の中でももっと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 粒子を細かくしたものがこの量子イオン水というものになるんですけど、はい、こういうもので今健康維持に皆さんあの一生懸命力を入れている方が本当にいろんな数でいい結果を出してきてくださっていて、それで負担がないっていうところがすごく皆さん使い勝手が良いご様子で、うん、そうですね、だから何ですかね、あの確かに効果のお声はいただいてて、ただなんだろう、こういうのをパッと見て、うん、え、本当に効果出るのって疑っちゃうのが人間なんですけど、ね、騙されたと思って一回で使ってもらったらね、びっくりっていう方が多いですね、うんうんうん、比較的短期間で結果出る方もいらっしゃる、はい、で体が小さい子ほどそれは早く効果が出てるか、ね、ケースがやっぱり多いかなと思いますので、はい、今ねコメントでピードット使ってますですとか、あとはね愛犬とフェレットに使わせていただいておりますって書いてくださってる方いるんですけど、うんうんうん、多分やっててフェレットちゃんからちょっと健康状態がいいかなって感じると思うんですよね。で、ワンちゃんやっぱ体大きい分継続していただくと、はい、やっと出方がちょっと体が大きい子、はい、細胞数が多くなるので、そうですね、そのせいもあって効き方がのんびりに感じてしまうっていうのがあったりしますね、うん、だから人間ももちろん使えるんですけど、うん、はい、人間ほど効果がすぐ出ないとやめちゃう方いるんですけど、そうです、ね、考えてもらうとね、フェレットだろうがワンちゃんよりかも体が大きいわけですから、体でっかい分ね、どうしてもいろんなところにそのこのいいものを吸収していくと、うん、この辺で止まってるかもしれないんですよ、うんうんうん、ここまで飲んでてここら辺で切れちゃったみたいな状態なんだ、はい、体の隅々まで行き渡るまでに時間がどうしてもかかるので、うん、効果を実感するまでにあのちょっとね感じてしまう時間っていうのはあるかもしれないんですけど、はい、めげずに使っている方たちは早い方だと3ヶ月で人間の方が効果が出てる方もいらっしゃいますから、うんうんうん、本当にちょっとぜひ使ってみるということを、で癖は全くないです、はい、というのは基本水なので、うん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 、なので、まあ、やってみるのもね一つありですから、ぜひその辺もご相談いただければと思いますよ。さっきの方の続きいいですか、はい、それを飲ませてからあのフェレットちゃんと一緒にあげてる方、はあ、愛犬の心臓の雑音がなくなりました。おお、なくなった、はい、なぜかって す,、ね、すごい効果でしたっていうお声がいただいてますね、うんうんうん、なくなったっていうケースはなかなか、うん、あのよね、ちょっと少なくなったとかはありますけど、はい、あとフェレちゃんにあげてます、お腹の調子がいいですってお声があったり、良いですね、ただあのもう少しお安くなると続きやすいんだよなってお声はありました ね, そ う, ね、うん、そうですよね、ね、努力をしたいと思うんですけどもね、で皆さんがいっぱい使っていただいて、そうですよ、お声が多くなったら、うん、だんだんとお値段を下げることができるかもしれないですね。そうですね、いろいろとあります。そうです、まあ、今本当に、うん、あの始め時って言ったら変ですけど、はい、実はキャンペーンもスタートしているものなので、うん、はい、よかったらそういう今このチャンスにっていうところはあるかもしれません。そうですね、うん、うちのコピーウォーター始めて体調面や肝臓の数値良くなりました。またオーラルプロ人間に使って口内や喉の痛みも良くなりました。そうなんです、ありがたいですね。こうやってなんかライブをやってて生のお客さんの声があるとすごくあります、ね、なんか、はい、僕らが一方的に言ってるとなんかいいこと言ってるだけかと思われちゃうんですけど、はい、こうやってお声いただけるとねすごいありがたいですね。ありがたいですね、はい、ちょっとやった甲斐があるぜみたいな雰囲気が出てきますよね、うん、はい、これはこの商品たちはあの東川口もララポート店も、まあ、全店で、はい、系列でやってるフェレットワールド熱帯クラブ各お店にあります、はい、でスタッフも勉強してるって言い方は変ですけど、はい、はい、みっちりやってるんですよ。そうです、はい、いろいろとこの商品について勉強したり、はい、研究をしたりしてますんで、はい、してます、はい、なぜかその講師もやってます。そうです、この佐藤さんが、はい、スタッフ従業員向けに講習会とかもやってますので、
はい、だから結構いろいろこう実感できる方ほど、うん、やっぱりあの長く続かおうっていうやっぱり気もね、はい、出てくると思うんですけど、うん、そうですね、まあ、ちょっと逆に周りのお友達でこういうのに悩んでますっていう人がいたら、はい、ぜひこういうのがあるんだよっていうお耳にねちょっと挟んでいただいて、うん、でよかったらそういうのの相談窓口って、はい、ありそうで案外お店少ないご様子でして、 であの当店も実は私20年ここにいるんですよ。犬心に20年いるんですけれども、年々増えてますご相談ごとが。で年々増えていて、20年いるからまあねちょっとねなんかよくわからないおばちゃんって感じになってるかもしれませんけれども、あのご相談ごとがどんどんコアなものに変わってるっていうふうには思いますので、ぜひあのまあ一人でねこう抱えて悩んでしまうと、あの逆に言えば悶々としちゃって飼い主さんも疲れちゃうので、ぜひあのちょっとご相談にいろんなところに発信して聞いてみたりとか相談してみたりとか、本当にちょっとねあの周りにちょっと目をこう向けてもらうだけでも、うん、実はいろんな声が世間様には出てるんだなとか、あうちの子と同じじゃないっていう状況があったりするんで、聞いてもらえるのがすごくありがたいかな。そうですね、思いますよ、うん、はい、あのね、全然こう聞いていただいて、うん、嫌だっていうものも当たり前ですけどないですし、うん、逆にお客様側もね相談することで、はい、ちょっと気が楽になりますから ね、 ね、はい、あとはね聞いてみてやってみて、うん、初めて、うん、あ言われた通りの何かが、まあ、得られたりとかすると、うん、まあ、それもまたねなんかちょっと嬉しいだけじゃなくて、また違うことをまた相談してみようかなっていうことで、皆さんからもねこう相談しやすい窓口っていうのがたくさんちょっと出せるのかなと思ってますので、ちょっとね、はい、その辺はぜひ聞いてみてください、はい、あのであのちょっと実はあの私喋りすぎるのがあのちょっとね問題に、そうなんですよ、このマネージャー永遠と喋るんですよ、だからあの、はい、ストップかけてください、そうなんです申し訳ないですけど、はい、あの喋り長かったら そろそろ大丈夫ですって言っていただかないと、はい、朝から晩まで、はい、なので今日このライブも僕がついてます。そうなんです。はい。タイムキーパーがいないので。マネージャー喋りすぎだよっていうことで。はい。ぜひ、あの、そういうところは止めてくださいませ。はい。お願いします。はい。コメントいきます。はい。はい、講習会の件の流れでオンラインもやってほしいなっていう声があったりですとか。はい、はい。あとはさっきのこの P ウォーター関係ですね。はいはいはい、体調面は、そうです。一週間ずっと風邪をひいたりもしてた子なんですけど、はいはい、始めてから一度も体調を崩しておらず。はい。で、お薬とかじゃないので、はい、お値段は確かかもしれませんが、薬を継続すると考えれば、安心できますと。はい、あ、もうね、はい、素晴らしいコメントですね。うん、あとはね、相談のこと、はい。メールとかでもできますかって来てます。もちろんですよ。はい。犬心の。方もいますよ。そうですね。いらっしゃいます。はい。LINE、あの、公式 LINE もありますし、犬心の、ホームページもいいです。この DM でもいいですもんね。はい。はい、どちらでも大丈夫です。はい、いろんなところの、この SNS で出してるところに、はい、あの、コメントいただいても大丈夫ですし。なんか、そう、画像とかがあったら、SNS の方がいいと思いますけど、はい、何度も行き来することを考えたら、はい、お電話でドバッて話していただいちゃった方が、そうです、ね、はい、早いかもしれないです、はい、はい、いろいろいいです、あの、はい、窓口あの絞ってないので、うん、どこでも結構ですよ、はい、はい、電話の方も多いですよ、そうですね、うん、あの悩んで緊急のように電話してくるっていう方もいらっしゃいます、はい、ただマネージャー長いよっていう方は電話でも、あ、もうそろそろ大丈夫ですって言ってくださいね、止めてください、ね、はい、はい、はい、あとはですいません、最初に戻ると、まずじゃあもう一回行き直しますね、はい、もうざっくりいきますね、はい、今僕後ろに玄関があります、入り口入ってすぐですね、はい、はい、ここは季節の棚とかが多いですかね、はい、もうちょっとしたらクリスマスになります、はい、な感じですね、はい、で入って左側見ていただくとおもちゃの棚、おもちゃ棚がわーってありますね、はい、はい、でこの横、はい、おもちゃから今度お皿などの、はい、がありまして、はい、こちら回っていただくと、さっきの猫ちゃんのコーナーとですとか、ワンちゃんですね、はい。ここがさっき僕らが座ってたところです。はい。まあ、その奥にも用具とかもありますね、うん。はい。で、あの奥、レジの、レジがそちらになるんですが、はい、横側にはお洋服のコーナー展開されてます。はい。で、先ほどの見ていただいたおやつのコーナーなどが、はい、そうですね、レジがこちらで、レジの横にこういったおすすめしているものがあります、でここの後ろにもドバーッとお洋服が、
はい、東川口でお洋服多いですね。そうですね、はい、よく言われますね、うん、あとは実はこっち側にもありますね。あ、そうです、こっちは DS さんとか、はい、ちょっとベッドとか、はい、こっち側に首輪とか、そうですね、レジをレジの背にしてですね、レジの裏手に、はい、はい、こういった剣具、ハーネスとかリードがございます。はい、はいはい、あ、ちょうどお声がありました、はい、で犬心として僕はぜひお話をしたいなと思ってたのが、はい、DS と先ほど言った、はい、ドッグスピリットっていうものなんです。ちょうどですね、制服は宣伝しないんですかってお声がありました。もうバッチリですね、はい、よくご存知の方行きましょう。その赤い赤いところに行けばいいですか、はい、そうですね、はい、はい、実はワンコ社員さんというものを募集しております。ワンコ社員ってなんだっていう話ですけど、はい、反対になるんでしたっけ。こんな感じです、はい、あります。ワンコ社員大募集というものをやってます。ゴミで、はい、これじゃない方がいいか。お洋服にですね、ロゴ、あ、これちょっと色が変、はい、ちょっと色、こういうですね、これ普通のワンちゃん用のお洋服になります。白と、はい、で、うん、これをですね、まず1枚ご購入はしていただかなきゃいけないんですけど、うん、こちらのお洋服を着て、はい、犬心東川口店でもララポート店でも着ていただくと、はい、お洋服ご購入した時にこういう出勤カードっていうものをお渡しします。で、何をしたら出勤かというと、お洋服を着てお店に来ていただくと、この犬心って書いてるお洋服を着てくださってるんで、お店の宣伝となります。なので、洗練してくれてありがとうということで、お店に来ていただくとスタンプを1個ずつ押していきます。これちなみに、はい、出勤カードです、はい、はい、で、これがですね、スタンプを要は30個押すんで、30回お洋服を着てお店に来ていただくと、まあ、宣伝をしてきたということですね、はい、まずこの見習いのところから、はい、次社員に上がれます。そうです。で、社員になるとなんと、そうですね、赤い T シャツなんですけど、はい、ちょっとまたここにロゴがこっちに大きく入る赤い T シャツが、これが正社員の証なんです、はい、これは買えないです。そうです、はい、この見習いお洋服をまず買ってもらって、うん、30回来ていただく。で、これ30回来るまでは見習いなんですけど、そうです30回行ったら社員になれました。そうです、社員限定のお洋服がもらえます。はい、はい、という支給ですね、はい、宣伝をしていただくというお仕事をしてもらうというのが、このドッグスピリットという何ですかね、架空の会社ですね。そうですね、はい、業界初って一応歌ってますけれども、はい、業界初のドッグスピリットはですね、もう要はワンちゃんがそのまま犬心の宣伝活動をするというのがメインのお仕事になりますので、はい、犬であることがまず絶対条件ですみたいな。応募条件、はい、申し上げます。犬であること、はい、制服着用での面接、面接といってもね、うん、お顔合わせするだけですけどね、はいはい、はい、制服のサイズが合ってること、年齢性別問わず、はい、筆記試験はありませんのでご安心してください。書くの大変だから、ね、はいはい、なのでね、これをまあ逆に言えば皆さんが今、うん、実はすごい数いるんですよね。はい、そうですね、ワンコ社員さんだけだと実際のところは多分2000近くいるんじゃないかと言われるくらい、うん、実はたくさんいます。はい、はい、で、もう正社員のこの赤い T シャツを持っている人たちだけで多分300近くはいるはずなんですよ、うん、だから極論言うと、うん、はい、まあじゃあ300だとすると、はい、300人が犬心の、はいはい、名前を背負って、はい、お買い物とか行ってお散歩行っていただくことで、はいはいはい、僕らのお店も宣伝していただいてるっていう。そうですね、ありがたいことです、はい、お仕事していただいてどうもですって感じですね、はい、なのでハードルは低くないです。最初お洋服を一着、まあ大体今だと3000円4000円ぐらいかな、そうです、ね、なるんですけど、はい、お洋服ご購入いただいたら、もう出勤カードもらえます。はい、はい、で、ちなみにはい、ほらここ見て、ここ見て、ここここ、これこれ、そう、この 5回目、15回目、25回目、そう、実はお金のマークみたいな、はい、出勤内容のここ、はい、お給料が出るんですよ、はい、きちんと給料日ですね、5日、15、25なので、はい、お給料が発生します。お給料どんくらいもらえちゃうのかな。あ、実はこの見習いだけで1500ワンドルっていう、はい、ワンドルというちょっと変わった額なんです
渡ししてまして、あ、これいいところにいいものが、これ見てみて、これ見てみて、これ見てみて、はい、これお給料500ワンドルです。これワンドル。はい、500ワンドルって500円なんです。人間にすると500円。500円ですね。はい、要は1500ワンドルなので、1500円が30回のうちでお給料としてまず出ます。はい。で、正社員になるとですね、また別のカードになるんです。で、別のカードになったら、またそこで昇給してるので、うん、お給料が多くなるんですよ。バイトさんから社員さんってことですね。そうです、そうです。で、要はどんどんお金を貯めましょうねっていうところもあるんですけど、うん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 、これまあ逆に言えば発行されてすぐ使うことができますので、はい、その日のおやつのちょっと足しにしてもらうとか、うんうん、そういう使い方も可能になります。そうですね。どういう場面でもお使いはいただけますので、はい、まあ、よかったらもうぜひ。そうですね。はい、まあ、これ目当てというよりはね、ちょっと頑張って社員で、ね、はい、宣伝をするということを目当てに頑張っていただけるとすごく助かります。うん、人それぞれですね。はい、そうですね。中には500円ずつ使う方もいれば、ね、いっぱい貯めて、1500円ドンって使われる方もいたり、それはもうお客様のご自由ですからね。はい。はい。そういった面白いこともお店でやってます。はい。はい。ありがとうございます。ちょっとじゃあお店の案内で言うと、こんな感じですかね。はい。はい。なんだかんだ、マネージャー、40分ですね。喋りすぎて。いっぱい喋りましたね。ではではでは、ちょっと長くなっちゃった。あ、昇給制度あるの？昇給制度は、30回まず来てもらうと、はい。はい、正社員。そうですね、上がります。はい。はい、正社員から始まってるんですけど、その後ですね、最終的には宣伝部長まで行きます。そうですね。はい。だからまあある程度頑張った、ただもうもちろん日数とそのまあ並々ならぬ努力みたいなものが必要になるんですけれども、うん、はい、その間にまあ本当にたくさん、例えば名刺、営業マンですから名刺が発行されたりですとか、見習い証が発行されたりですとか、いろんなこうちょっとなんていうの、途中過程でこう支給されてくるものっていうのが、うん、社長にもなれるのかな。社長はもうなんかね、ちょっと、はい、なんか永久欠番みたいな、なんかすごい、いたんです、実は。社長とかの制度はないんですけど、過去に行ったのは、はい、ドッグスピリット、このさっきのワンちゃんの会社の、はい、モデルコンテストみたいなものだったりですとか、はい、やりましたやりました、はい、ポスターになりますよとか、あ、なりましたなりました、はい、もうだからその中の宣伝部長さんのこうトップみたいな感じを、はい、うん、作ってたりとかもしてました、うん、過去には、うんうん、宣伝部長何人ぐらいいるのか。宣伝部長はですね、もうでも結構、うん、いますよね、はい、まあ、30から50の間ぐらいなんですよ。50ぐらいはもういると思いますね、うん、実は過去に当店犬袋中野店ってものも存在してまして、はい、中野のワンちゃんも宣伝部長の一員で働いてくださってますので、いま、うん、だに来てね、本当にお仕事されてる方もいらっしゃって、はい、ちょっと中野店お店はなくなってますけど、こっちにわざわざね、うん、来ていただいたりもしてますので。宣伝部長って、うん、なんだろう、人間だと正しいかなで、はい、頑張んないとダメじゃないですか。そうですね、この会社だと出勤してもらえればもらえるんですよね。そうなんです、もらえるんですよ。だから素晴らしいですよね。そうそうそう、ある意味ね。そうなんですよ。会議ないですからね。そうね、ないですもんね。長い会議はないですからね、はい、そうですよ。大丈夫、ちょっと遊んでるだけでも。そう、あとはちょっと今日出勤したくないなって言ったらお休みしてもらってもね。あ、そうです、ワンちゃんの昔大丈夫ですからね。怒らないですよ。来たい時に来てもらって、うん、飼い主さんがちょっとうちの子今日やる気ないですってお連れいただいてる方ももちろんいらっしゃるんですけれども、はい、寝ててもいいよっていうところで OK。 ワンちゃんが行きたいなっていうモードの時は連れてきていただきたいですね、はい、部長はね、はい、はい、だからちょっと逆に気軽な気持ちで始めていただきながら、うん、でもちょっと犬心の良さをちょっとずつこう通っていくうちに蓄積されるものもあると思いますので、はい、あとはあれですね、僕らもそれこそお客様、はい、まあ、いっぱい来ていただくんですけど、はい、やっぱり仲良くなるのは、うんうん、こうドッグスピリットで来てもらったりすると、そうですね、はい、あ、何々ちゃんっていうのでワンちゃんとも仲良くなりますし、飼い主さんともお話しする機会になりますんで、そう、回数がこうやっぱりね、蓄積されていく感覚がすごくお互いにっていうふうに思って、うん、そんな信頼関係になってるような気もしますから ね僕もなんて結局もともとフィレットワールドでしたけど、非常勤じゃないかって待遇がいいですそうですね、もうおっしゃる通りですよ。僕もだから犬心の店長になったの5年6年ぐらい前ですけど、あ、そうですよね、もともとフィレットワールドだけだったんです。でもやっぱドッグスピードに来てもらって、そうです、ね、お会いすることが多くなってから、うんうん、
お客様ともワンちゃんとは仲良くなったんで、最近友達がいるんですよ、たくさん、いっぱい、はい、そうなんですよ。で、岩波ファンと呼ばれるあのワンコたちもたくさん増えてるぐらいなんで、で、はい、いやいや、わざわざ行くぐらいね、まあ、人間も、はい、人間も、人間も、あ、人間もありがとうございます、はい、そうですよね、そう言っていただけるとすごく助かりますので、ぜひ、はい、はい、なんか、え、雇ってほしい、ぜひ雇ってほしい、ね、僕らはまず雇ってほしいですね。そうですね、もうドッグスピリット社でね、そうですね、あの、そう、あそこ給料がいいんで、会議もないし、はい、ありがたいことです。でもぜひね、皆さんも社員を目指していただきたいなとは思いますので、うん、ぜひあの、うん、どっちの店舗にもあります、そうですね、はい、なので来てぜひあの試着して、うん、あの社員になりたいんですってコメントいただいて、あのご試着いただければサイズにぴったりのやつとか、はい、お色もみんなで合わせてみたりとかいろいろできますので、はい、ぜひご試着しに遊びに来ていただけたらなって思います、うん、はい、はい、軽い気持ちから入ってもらってね、そうですね、はい、もちろんいいんで、そうです、そうです、そんな感じで、はい、ぜひあの交流をしていただきたいなと思います。あ、でも案外知ってる方が外から声かけてくることもあります、うんうん、あのワンコ社員さんですかって言われたりするケースも、うんうん、この界隈ではちょっと多いですから、ぜひ来て歩いてみてください。はい、はい、ぜひぜひお願いします、はい、まあ、ワンちゃんがもしいなくても、はい、試着はあのサイズが分かればね、はい、まあ、大丈夫ですね、です、はい、はい、うん、なのであのもしワンちゃんお連れが難しかったら、うん、あのよく竹で、ね、測ってきてもらうとか、一応ワンちゃんと面接をするとは書いてますけど、はい、なんかちょっと実は遠方だけど、うん、記念に買いたいなとかって方は、うん、ね、はい、もう全然それはね構いませんので、ぜひ、はい、ぜひそれはあのちょっと地域活動ということで言っていただければ、うん、はい、はい、お願いしたいと思います、はい、ちょっと喋りすぎちゃったね、ごめんなさいね、はい、はい、実家のワンちゃん、ありがとうございます、 ありがとうございます。じゃあ今46分なんで、はい、50分にはそろそろ締めましょうか、はい、はい、なんか最後ご質問とかありましたらお答えします。はい、何でしょう、何、はい、特になかったら初東川口ライブ終わりにしちゃおうかなと思うんですけど、はい、何かあります、聞いてみたいこと、わーいわーいわーい、あと犬心はね、ちょっとインスタライブ今まで少なかったですけど、あ、あ、はい、やっぱ配信あった方がいいと思いますかね、あった方がいい、 やってほしい、あ、何、あ、はい、あ、人、あ、やってほしいところありますよ、あ、はい、じゃあぜひ頑張りたいと思います、はい、うん、いや逆に、え、何、何、さ、酵素、酵素何か置いてますかって、はい、酵素の種類もいくつか、ピュアーヌさんですとか、はい、アニモストラスとかもありますよ、はい、うん、はい、種類はいくつか、ハーブ由来と植物由来ですかね、はい、はい、ちょっと種類はいくつか、うん、またやって、あ、はい、また配信してくださいって、ありがとうございます。じゃあ佐藤真似今度一人でやんなきゃかな、え、本当ちょっとあのどうやって作業しているか分かんないけどまあちょっといろいろ頑張ってみたいと思います。そうですね、あのできれば何が皆さんお知りになりたいとかがあれば、それも含めて教えてもらえたらありがたいな、ね、DM いただいてもいいですし、はい、またこっちも、ストーリーとかでなんかご質問募集みたいなことしてみようかと思います、はい、はい、ぜひぜひ、あ、楽しい、こんな楽しい制度があったなんて知らなかったとか、申し訳ない、そうです、はい、僕らはそんな楽しいの持ってたのに発信が足りなかったってことですね、本当に申し訳ございません、もっと頑張らなきゃあ、そうですね、ちょっと、ね、もうちょっと頑張ります、はい、今度はね、ぜひね、ちょっとワンちゃんも登場、うん、うちの子も実はいっぱいいるんです、うんうん、だからぜひ連れてきて、ね、あの代わる代わるにご紹介させていただけたらなって思う、はい、もっとプードルちゃんについて知りたいですとかね、はい、わかりました、いっぱい、じゃあ皆さん、あのコメント欄、コメントでもいいですし DM でもいいです、あとはストーリーの中でもいいんで、いろいろと教えてほしいとか、そうですね、聞きたいことはまとめて、はい、はい、あのかけてくださいね、そうですね、はい、あの勉強会みたいなものを、うん、あのおっしゃってる方もあの実はたくさんいらっしゃったりとかしてるので、はいはい、あの本当聞きたいな、うん、これちょっと知りたいなって思うことが、実技が必要ならそれをあの伺った際にまた何かこう教室とかできればいいなとも思いますし、そうですね、この場ではやれなくても、うんうん、そういうお店でのイベントを作ることもできますし、うん、はいはい、なのでまあね、大相談じゃないですけど、うん、いろいろやらせていただきたいなと、はい、明日行こうかな、ぜひ、ぜひ、あ、明日は初、ね、実はお店の外で、このぐらいの時期になるとですね、あの焼き芋屋さんが来たりするんですよ、うん、まあ、外であの普通に焼き芋、駐車場ですか、あ、そうです、はい、焼き芋って言ってあの止めてそこで売ってたりとかするんですけど、実は明日は初出店される、うんうん、イタル亭さんっていう、うん、あのちょっとご年配のご夫婦浜中さんっていう方たちなんですけど、うん、玄米の美味しいお弁当とか、うん、あと無農薬野菜とかをたくさん持っていらっしゃる予定になってます、うんうん、11時からそこで販売されるんですか、そこであの本当にその目の前のお店の目の前で販売予定で、あの飲んでって言われても早く来るんですよ
あのすっごく梅干しめっちゃ最高でしたから、ぜひぜひ来てください。あの多分美味しい。えずるいよ。ではないか。え何の話あでもぜひぜひ、あの焼き芋無料ではないかって。無料ではないんですよ、ね、うん、ただあのねワンちゃん用に、うん、たまになんかね用意しててくれたりします、無料で、うん、ワンちゃんに用意、人は買ってくださいって話なんですけどいや一回食べたら忘れられない味ですよ。東川口店はこう地域貢献とか、あの、ね、横とのつながりで、そう、はい、クレープ屋さんも来ますよ。そうクレープ屋さんもありますもんね。そう来ます来ます、はい、なのであのお店の前での出来事なんですけれども、うん、よかったらぜひ。そうこれはやっぱ路面店ならではです。そうですね、ララポートはいろんなショップがあるっていうならではですけど、そうそうですね、そういった意味でお店の違いは出ますよね、はい、そうですね、うん、焼き芋美味しいですよ。もうご存知の通り美味しいんですよ、すごく美味しいですから、ぜひ。あそれはちなみに日曜日です、うん、日曜日の夕方です。あこんばんは。これもね、はい、まとめた方がいい。あ、はい、まとめて配信した方がいい。もう分かりました、はい、よく分かんなくなってきた。分かりました、なるべく配信します。はい、はい、お客様も多分こういった、はい、地域貢献イベントも気になってるみたいな。気になってるみたい、はい、あそうですね、ちょっとぜひあの、はい、インスタとかにもちょこちょこも載せたりもしますし、す、ね、あのはい、配信もさせていただきたいと思いますので、うん、ぜひともよろしくお願いいたします。佐藤真理ちゃん初めてどうでした？あちょっと楽しい。楽しい、あのコメントしていただけるからね。ちょっと喋りすぎちゃうから気をつけなきゃいけないとは思ってたんです。どのくらいの周期であるんですか？どのぐらいの周期でやった方がいいんですか？やりたい希望でやりたい。あそうですね、まあできれば1週間2週間に1回くらいやりたいですよね。2週に1回、あ2週に1回いくらいにしとけばいいですか？あちょっとうるさい感じです、ごめんなさいね。あの本当ちょっとあの相談窓口がね、うん、多い時は考えなきゃなとは思うんですけど、そうですね2週に1回くらいとか、はい、まあ最低でも月に1回とかはぜひ配信はしていきたいなと思いますので、うん、僕もできるだけ出ようとは思うんですけど、はいはい、僕は僕であのもう一個のフェレットの、はい、フェレットワールドのアカウントで、ね、大体僕も今週1か2週に1回ぐらい。そうですよね。あでも私多分一人だとわらわらしてる。僕は主に小動物になっちゃうんですけど、はいはい、でもあの犬心の方も配信しようと思いますし、はいまあ、あとはおのの店舗、例えば僕はララポートでやってもいいし、ね、はい、あとララポートとしてますこれ一緒にコラボもできる。それね私全然わかんないんで、コラボができるらしいんで離れてもできるんで、 その時はじゃあ、はい、そうして、うん、またやろうかなと思います、はい、ぜひともよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。なんか初めてで緊張しましたけどね、はい、またまた温かく見守っていただいて非常に助かります、うん、ありがとうございます、はい、じゃあまた2週間ぐらいですね、11月にはもう一回やりましょう。やりましょう、はい、じゃあまた以上になります。さよなら、はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。アーカイブ残します。